はい、回ってます、はい、はい、ありがとうございます。回ってくださいね、はい、どうぞ、開き、まあ、いわば回ってます。篠原作戦というのを成功されてこのぐらい、うん、斜めのドライブショットって気持ち悪いと、そういうものを持って、まあ、被害があった人たちにリエゾンという専門家を自治体の中に県庁であったり市役所に送り込む。そしてどういう対応したらいいか、最初はね、こう入ってくる時に緊張したんですよ。今は慣れちゃったから慣れちゃいましたか。我が身と我が身さえ飲んだもんですよね。そういう現場の即応力というものが、お姉ちゃん若いから気をつけてね。大きないですよね。救援救急の、まあ、力になると思います。あ、内藤電力どちらからですかね、今回は。僕来た時、大阪府警がやってます、うん、ローテーションでやってるんですね、うん、まあ、三重県に、うん、僕ら最初来た時、神奈川でした、うん、前これなかったんですよ。あ、これなかった、住めそうみたいな、うん、前はここで、はい、これ見て、はい、免許証確認して、はい、全部あったんです。今はもうこれ通行証で、はい、はい、してますよ、ね、ここまでマシですか。はい、いや、ここの線量はまだマシ。あ、もう低い。あ、そうですか。全く問題ない。よし、ここまでにしましょう。さあ、さあさあ、ここまでにしましょう。はい、もう撮影できますか。